Happy birthday to you. Happy birthday, dear くんちゃんさん。さあ。Happy birthday to you. 今日歌ってる時にさ、一人だけハモってて、裏で。ゆーって言ったけど誰も気づかないから。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。気づかれるまで。こんばんは。お餅食べなあかん。そうなんですよ。お餅食べないといけないんですよ。こんばんは。昨日お餅食べましたよ。こんばんは。お餅といえばココナさん思い出しますね。しんちゃんさん、スターありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。桜田 D で綾香に捨てられる。え、外マイナス2度マイナス2度らしい、外。え、マイナスとかマイナスとか、もう、え、嘘やん。今日公演ありがとう、ありがとうございます。今日ありがとう、ありがとう。あとこれの公開尺、そうなんですよ、尺がかかってて、だからね、来てくれた皆さん、説明がね、さん、ゆっきー、ありがとうございます。今日ミーナのところめっちゃ長くした。おでん食べながらワールド中心ですよ。見てください、おでん。私のおすすめは卵です。おでん、おでん、おでんの何、食べたい。こんにゃく、白玉、こんにゃくは絶対入れる。もう三つ目がねさん、くま、ありがとうございます。キスしてほしい。すべうちおとんせ、懐かしい。夜公演良かった。本当ですか、ありがとうございます。ケーキ、クリスマスパーティーしたい、8期でしたい、でかしたいな。会いたかったです、会いたかったです。いつする、うん、今日おでんにしたよ。25日、無理無理無理、中です寒いですよ、めっちゃ。タダちゃんさん、スターありがとうございます。ラッチさん、かわいい、ありがとうございます。ゆきのちゃんに温めてもらわなおった温めるね、ジオさんと真剣に始めてる。配信にやのにめっちゃ変顔しちゃって、今雪の音とか、うわ、変顔しちゃった。皆さんスクショしましたか、ちゃんと。やば、え、今思いっきり白目向いちゃったやばい、どうしよう、幸せ、何も考えてなかった。良くないね、良くないね。おでんやったら餅巾着、うわ、わかる。餅巾着で餅入ってるからさ、ちょっとカロリー的なの考えてもらってさ、そう、いつも食べる。あ、ちくわぶも美味しいですよ。ちくわぶ、ごぼてん、はんぺんとか。あ、セブンのちくわの中にウインナー入ってる。そうなんや。ゆうりさん、え、なに、つったん、つったん、無理なんですけど、無理なんですけど、つったんやで。指なんてつるんや、指つったらしいですグッてやったら戻るらしいね。なんか催眠術みたいやったな今。ほんまかよ、やばいやばいやばい。ちくわぶって感じのもんね。おでんの話するからおでん食べたくなる。やっぱ卵美味しいですよね。よかった、帰ってきて。なんかはんぺんとか、私のおばあちゃんおでん作るの上手。来年もいっぱいお口に会いに来て待ってます。北野大地さん、タコいっぱいありがとうございます。クマ、ありがとうございます。クリスマスパーティー誰に顔面パイしますか、弥生で。え、白いんで、色白いんで、いいの、え、やってほしい。好きなおでん、こんにゃくとか好きです、めっちゃ。そう、よく言われます。クールじゃないこともないんですけど。白ちゃん、レインモンスター、ありがとうございます。あんまり他人に興味ないです。おでん、魚のつみれ、そんなんあるんや、うん、魚のつみれ、へぇ。はしむっちさん、スターありがとうございます。鉄メガネさん、水分取らない、取らないとつるらしいで、気が降ってるよ。なんて、あの人に味方、味方だよね。でも大根とじゃが、うわー美味しい。味噌田楽も食べたいな。じゃがいものおでんとか食べたことない。マジで美味しいで。なんか団子みたいな。肉じゃがみたいな。なるほどね。え、団子、団子みたいなのない？三色団子みたいな。いい日になる。うん、ある。美味しい。しおちゃん、ハートありがとうございます。まさやしさん、スターありがとうございます。おでん、ゆずこしょうがずっと美味しい。ファミマのさ、おでんにさ。うん、なんか美味しそうだね。
肉団子みたいな。つきみ、つみれ。え？え違う。つくね。あれも美味しいで。牛筋。牛筋。今まで無理だったけど。カルちゃんさん、ハートありがとうございます。そうなんですよ。寒いからね、まあ、めっちゃおでんの気分ですね。フランスが勝つと思うんですけど、ここアルゼンチンに勝ってもらってメッシにトロフィーを掲げてほしい。今日サッカー決勝で。いい。クロアチアは？クロアチア3位。3位の国と同等に戦ったのすごいな。PK まで行ったんすごい。トマトのおでん食べたくない。牛すじが一番好き。ラーメンも食べます。なんかね、鎌倉のラーメン多いじゃないですか、めちゃめちゃ量。あれ1個でめちゃめちゃお腹いっぱいになるけど、私はね、鴨倉の鶏そぼろ丼が好きなんですよ。ゆうりちゃん、だるまありがとう。食べたいんですけど、それも食べたらもうお腹いっぱいになっちゃうから、ね、ラーメン半玉と鶏そぼろのセットが出てほしい。おでんの気分になっちゃいました。寒すぎません？ちょっと、もうなんかベンチコートとかないと生きていけないぐらい寒くて、公演始まる前にオーバーチュアぐらいまでめっちゃ寒くて、始まったらなんかもうあったかくなってくるんですけど。今日もおでん食べました。なんか今の筒入り、筒に入った。今日は焼き芋とラーメン食べたい。鮭フレークを食べました。担々麺とか食べたい。なあ、担々麺かけとったらいいぐらい。公演楽しかったです。号泣。え、もうさ、ほのとさ、彩香がさ、めちゃめちゃ泣くからさ、なんかどうしたらいいのかみたいな感じでした。好きでラーメンで作りそうなの。栄養活したよ。ありがとうございます。なんだろう、チロルチョコかな。なんかいちごのチロルチョコ知ってる？いちごのチロルチョコがいちご餅？え？いちご大福？え？みたいなやつがあって、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。今日雪降ってた。え、雪？やばい。それはやばい。早いですね。めっちゃ美味しいですよね。なんか味玉にハマりました。あのメンジローさんの、あ、 M1 の決勝ね、ちくしげさんが見てました。メンジローさんの味玉マジで美味しいんで、ほんまに食べてください。もうとろっとろなんですよ。でもあんまりね、詳しくないんですけど、面白いそうみたいです。家帰ってもやってたらね。シンシンとの写真、シンシンさんと写真撮ったことあるかな。眠いから昨晩と雨とイルミネーションだったら見なかったのが面白くて、たまごっちに話しましたよ。豆でおすすめラーメン屋いっぱい来ました。そう、眠くてね。私が行きたいのはラーメン谷口さんとか、ラーメン人生、ちょっと帰りますって言ってラーメン大戦争行きたいです。映えスポットが、でもカフェとか行きたいですね。そうか、新幹線今日止まっちゃったからめっちゃ時間かかってる。今日2つ、今日2つってこと、すごいな。うわー、皆さん気をつけて帰ってくださいね。御堂筋ね、一回行きましたよ。今日ね、お昼に、ね、上げてます、配信しようと思ってたんですけど、ちょっと、ね、忙しくてできなかったんで。今日そうなんです。今日はお昼にね、相談しようと思ったんですよ。気をつけてね。ありがとうございます。久しぶりに来れた。わあ、嬉しい。お腹すき、お腹空いてからもなんか食べ物の話しかできない。ほんまに美味しそう。さっきでもみかん食べました。サイカラーメンも食べたいな。え、めっちゃ新幹線止まってるんですね。楽しかったです。ありがとうございます。あ、28日にあのトップエールネオさん。発売されるので、28日にトップエールネオさん覚えてなかったよ絶対発売されるんですよ。ぜひ見てください。ぜひ見てください。めっちゃ話してんの。え、どんだけ使われてるか分からんけど、濃い話、めちゃめちゃ濃いんで本当に。写真もなんかめっちゃ撮っ て撮ってもらって、めちゃめちゃポーズダサかったよね。やばかったんですけど、頑張ったんで、ちょっとまあ可愛くなってると思うんで、ちょっと見てください。絶対にゲットしてほしい。1年を振り返ってみたら、今後の話とか将来の話とかもしてるんで、皆さん見てください。ぜひ。ほんまや、将来の話貴重じゃない。だって貴重、確かにあんまりする機会ないかも、うん、
結構セキララに話してるようなだって。そうやな、確かに具体的に、うんうん、こうなりたいみたいな取材が ね、 ね。まあでも振り返ったりして。エモストも楽しみです。あ、エモストも見てください。22日、エモスト22日絶対見てください。25日にね、クリスマスパーティーに出演させていただくことになったので、すごいあのガチガチだったんですけど、お願いします。ぜひ見てください。将来です、将来ですよ。公演終わりです。2列目、なんか2列目っていうのが不思議ですよね。この前まで最前だった場所がもう2列目になってるって。でも最前めっちゃ近いですね、超近い。ごめんねで座るふりがあるんですけど、前列でめっちゃもうなんかもう目がめっちゃ合います。I love you。 やゆちゃんのお芋が大きかった。そうラッキーなことでね、話だったんですけど、 MC がなんかみんな結構フリースロー決めましたとか、そうお誕生日リプ送ったんです。めっちゃ大きいラッキーだったんですけど、私どうしよう焼き芋大きいみたいな話しかないんだけどって思いながら待ってたら当たっちゃったんで、今日のお昼にね相談しようと思ってたんですよ。あの気づいてないですか、最善だと。そう普通に踊ったら目合わないんですけど、これ結構でかいじゃないですか。座ったりしたらめっちゃもう、ね、ここですよ、ここ。もうね、なんかしたかなと思ってずっと、ね、汗汗してたんですけど、ね、さっき1時間前ぐらい今の2列目で見てました。そうか、今の2列目最善ってことですね。元最善でも最高列とかでも結構ペンライトはねどこにいても見えるんですけど、うちわとかやったらやっぱり最大のとかの方が見やすいです。もう買ってます、お会いしてないだけで。あーそうや、めっちゃね、あの近々嬉しい追悼できます。ちょっとね、わかんない。ゆいちゃんがずっと前に手に向くのか、どういうことですか。ありがとうございます。そんなねお仕事のツイートとかじゃないんですよ読ませてる。そうあの全然お仕事、こんな大きいお仕事しましたとか、じゃそんな全然そんな報告じゃないんですけど、私は知ってますよ。めっちゃ嬉しい。赤ちゃん久々に、久々ぶりに見れて嬉しいので、焼肉食べはいいな。それは嬉しい、嬉しい。そう、こんばんは。最善で見てみたい、私も公演。ボサボサです。いいな。最善で見たくない、見たくない。私も最善で見たいね。てか客席で自分の出てる公演を見たいです。もう一生叶えることはできないんですけど。スポキン見てます。うわありがとうございます。スポキンは新体操をします。写真もいっぱい見ましたよ。私もこっちのイラストも作って公園に持っていく。うわ嬉しい、楽しみにしてますね皆さん。なんかマコがめっちゃ適当に振りしてるのが面白かったですね。何が何がスポキン、ゆらゆらりのスポキンの何やっけ。あ、キャンプの方は。そう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 。それでは皆の者頑張れ楽しかったね、超ボーイ焼肉焼いてさ、みんなでゲームしてさ、こっちはもう超超長くて、あの日スポキン絶対押すよな、うん、絶対押すんですよ、スポキンのロケ。こっちは直感性、頭が良く感じ性が高い。確かに最善はみんなにですもん、ね、激当たり。これもお疲れ様でした、ありがとうございます。頭が良くはちょっとチケ戦で応募する。確かに応募したいな。決勝のスコア予想して、2対1。客席で見てたら気づきますか、うん、元日以来 NMB 出てて、そりゃ24時間もねあるんで、ワイエネに来てますかね。あろうかな、わからない。スワンボートの振り込みできるようには頑張ってください。スワンボートもどうですか、もう今2回目、3回目、2回目、今の声見に来て、私的には2回目。めっちゃね怖いですよ、決めてほしい。なんか間違えそうって思って、友達とも、ね、言ったんです。間違え、決めてほしいな、必死にトロフィー掲げてほしいわ。違う、そう、なんか早い、今日誕生日で喜んでるので、おめでとう、来ていただいて、そんな貴重な日ありがとうございました。オッケーのマコはそろそろ準備します。
アンミンちゃん、私もアルゼンチンに買ってほしいんですよ。私もアルゼンチンに買ってほしいんですよ。フランスに行きたいなと思ってる。アミタンでした。本命はね、アルゼンチン。でもアンディさんと新体操できてよかった、本当に。ほんまにそう、もうめっちゃ嬉しく、もう嬉しくて、嬉しいと同時に怖さもあったんですけど。ジュンヤさんありがとうございます。でもまあ元からね、あのアンディさんガチの方っていうのも知ってたんで、そんな比べられたらどうしようとかも思ってなくて、どうぞ比べてくださいみたいな感じの気持ちで挑んだんですけど。ナサヤさんありがとうございます。ただいまめっちゃ嬉しかった。北野大地さんありがとうございます。ヤンリちゃんありがとうございます。思いながら見てました。ハイドさんありがとうございます。ダンさんありがとうございます。2名古屋さんありがとうございます。中島よっしーさんありがとうございます。あ、もう時間やばい、45分やばいですね。ありがとうございます。2公演ありがとうございます。そろそろランキング読もうかな。ランキング読みたいと思います。100がずっとやってる。はい、ランキング見たいと思います。13位猫ラーメンさん、猫ラーメンさんありがとうございます。12位ゆうさんありがとうございます。11位かぼちゃなかずさんさんありがとうございます。10位さとしさんありがとうございます。9位しろちゃんありがとうございます。8位ゆうりちゃんありがとうございます。7位りーさんありがとうございます。6位やまさんありがとうございます。あ、ごめんごめんごめん。5位カルちゃんさんありがとうございます。4位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。3位ラッチさんありがとうございます。2位が鉄メガネさんありがとうございます。1位ナナタンありがとうございます。ありがとうございます。本当にめっちゃねしますって言ったからめっちゃ時間取っちゃったんですけど、また12時にお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。ピース。ありがとうございました。ゆっくり休んでね。ありがとうございます。寝ます。おやすみなさい。